で、そう。薬指の長さでわかる才能や性格。あなたの薬指はどのタイプ？手相はすべてを見る。一般的に手相というと手のひらに刻まれた線のことばかり着目しがちです。しかし実際の鑑定では手全体を見ます。指の長短、指紋、爪の状態、手の色など。今回は指の長短、特に薬指にスポットライトを当てたいと思います。手相における指とは、そもそも手相において指とはどういうものなのでしょうか。各指がそれぞれ太陽系の惑星の波動をキャッチするアンテナのようなものと考えられています。指は基本的に太くて長くて立派なものの方がアンテナとしての機能は高く、良い意味合いも強いです。薬指と太陽。薬指は太陽系唯一の恒星である太陽からの波動をキャッチします。なお、太陽の波動は成功、楽天的、前向きな性格、芸術性、自己表現力などを表します。薬指の長短。では、早速ですが、薬指の長短を見てみましょう。長いと判断するためには、2つの条件をクリアする必要があります。まずは、人差し指よりも長いこと。そして、中指の先端との差が6、7ミリ以内であることです。どちらか一つの基準だけを満たす場合や、人差し指とほぼ同じ長さで、中指との先端の差も7ミリ程度ということならば、普通だと考えましょう。人差し指より短く、なおかつ中指との差も1センチ以上ある場合は短めです。薬指が短かった人、基準より薬指が短かった人は、短い分だけ消極的で遠慮がちな性格です。また、芸術的なセンスにも残念ながら恵まれません。活力や元気にも乏しい傾向にあります。もっとも、手相は手全体を見て総合的に判断しますので、落胆せず参考程度に留めてください。薬指が短かった人に、また、指の長短は、健康面や精神面においても意味を持ちます。薬指は視覚や神経系に深く関係しています。短い方はこの部分が体の弱点である可能性があるので注意して観察しましょう。薬指が長かった人。一方、基準より薬指が長かった人は快活でエネルギッシュ、積極的な性格です。芸術的才能にも優れ、人生において成功するだけのポテンシャルを持ちます。ただし、やや見えっ張りな一面もありますので注意しておきましょう。薬指が長かった人に、薬指が長い人は、先の通り、視覚、神経系の状態が良いと考えられます。視力が良かったり、特別な病気などにかかりにくい傾向にあります。薬指が基準レベルの長さの人、ちょうど人差し指と長さが同じくらいで、かつ中指先端との差が7ミリ前後、あるいはどちらか一つの条件だけを満たす場合はバランスの取れた性格です。積極的でエネルギッシュとまではいかないですが、気力体力も必要十分にはあります。芸術芸能的センスも人並みのものは持っていることでしょう。シンプルではありますが、今回はわかりやすく手相における薬指について解説しました。このチャンネルでは手相や運気にまつわることを中心に投稿しています。もしよかったら高評価ボタンやチャンネル登録、ご質問などもお待ちしています。今回もご清聴いただきありがとうございました。